皆様ごきげんよう、ゴーママです。腎嚢胞の経過観察中です。そして、お腹とお耳のカイカイ、ホットスポット、湿疹が出たので、今日は見てもらいます。おや、ウィル。見てもらうで。左側のお薬もね、もらうんや。42キロ？え、42キロ。ダイエット10日、頑張ったのに、100グラムも減ってない。どういうことよ。ああ、減ってなかったな、お母さん。お腹のカイカイを見てもらおう。こっちはな、あんまりカイないねん。でもな、先生はくまなく見てくれはるで。おいらな、毛むくじゃやんか。ちょっとな、なかなかな、見づらいみたい。うん、お腹に少しだけあると思う。うん、いつからですかって聞かれとる。ほんで、2週間ぐらい前かなって言ってる。先生はずっとな、おっきいな、おっきいなって言いながら、オイラの体をくまなく見てくれる。あー、こっち側はちょっとひどいなーって言ってる。うん、そっちがめっちゃかゆいねんな。んで、先生がって考えことしてるんやんか。1週間抗生剤飲むかって説明してはる。42キロやしなー、でも1日たくさん飲んでもらわなんなるから、1週間だけ飲んでみようなって言ってはる。ほんでな、ちょっとな、採血もするで、大丈夫かって言ってはる。でもな、おいらな、ちっくんな、平気やねん。怖ないし、暴れたりもせえへんで。ほれ、ちっくん、あ、ちょっとだけびっくりした。ちょっとだけびっくりしただけやで、おいら。ほんで、お父さん、今明確したかって、もうちっくんな、終わってんねん。せやから、はよ目離して。ちっくん、おいら頑張れるもん。あ、ごめん、ちょっと動いてもうた。お耳も見てもろて、顕微鏡で、ちゃんと調べてもろうたで。で、お耳もお薬。っていうかもう診察剤降りてえんじゃん。もう早く帰ろう。お腹も空いたし、高いとこ苦手やねん。それから、おいらの腎臓の中には小さいのが6つな、嚢胞があんねん。んで、お母さんがその話を聞いてる。最近血尿がありますかって。でも最近ないもんな。だったら、先生が、またちょっと、引き続き、経過観察しましょなーって言わはった。だから今日は検査はなしな。一週間の抗生物質と消毒薬、お耳のお薬、フィギュアのお薬、もらって帰るで。おいら、お薬ちゃーんと飲めるもん。ピッて出したりし、ひんし。ああ、喉乾いたな。ベロ全開や。ベロ全開。ということで、フィダリアのお薬、抗生剤、消毒液、耳のお薬をいただいて帰ります。3割窓口負担なので、27,173円でした。おいや、でっかいから、お薬たくさんやねんな。頑張って、ダイエットするわ。頑張る。